どうもナムチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。ダウンロードコンテンツ第5弾の実装が近づいてきました。そろそろ準備を始めましょうか。何の準備かと言いますと、これ魂の海図ですね。今のところ魂の海図の0と1が解放されてます。ダウンロードコンテンツ第5弾でおそらく、いや確実に、海図の2が実装されるんですよね。解放される。なので、素材っていうのを集めとかなきゃいけない。まあ、ベリーは全然あるので大丈夫なんですけども、素材ですよね。HP とスタミナ、そして攻撃と防御ですね。その素材が全然足りてない。もう太陽のマークは99個あるので、まあ全然大丈夫だと思うんですけども、この攻撃力、HP、スタミナ、防御力がまだ10とか20ぐらいなので、全然足りないんですよね。おそらく、100個ずつぐらい必要じゃないかな。おそらくね、100個は必要じゃないかもしれないですけども、まあかなり大量に必要になってくるので、残り6日間で全て、99個にするように集めていきましょうか。それでは以前の動画でも説明しましたけども、素材の入手方法をやっていきましょう。素材はここスペシャルログのヤマト漫遊記で大量に入手することができます。ここを周回しましょう。で、4つのクエストがあるんですけども、一番上がスタミナ、次が HP で防御力、攻撃力の順番で、集めることができます。まあ、自分の足りてない素材のところを周回するようにしましょう。まあ、俺は全部足りてなかったので、上から順にやっていきましょうかね。で、高速周回するにはローを使った方がいいです。俺に命令するな。ローの特殊技のこれ、スキャンですね。シャンブルズでアイテムを奪うんですけども、これがものすごく重要です。とにかくアイテムを奪いまくって、速攻でクリアしていきましょう。そしてスキルはこの4つを絶対に入れてください。集中力、そして逃走本能と船長の心得、賞金稼ぎですね。この4つは必ず入れるようにしてください。残りは何でもいいです。それでは行きましょう。まあ、とにかくゲージを貯めまくってスキャンをしまくる。もうそれだけです。もうそれだけ。とにかくゲージを貯めてスキャンをしてアイテムを盗む。まあ、最大、3個盗むことができますので、できるだけ敵が密集しているところでスキャンをしてあげましょう。 OK、 いいんじゃない。ここら辺最大3つ。で、運が良ければ1500点のアイテムを盗むことができるので、それが大量に出たらば、そうね、3分ぐらいあればクリアできるのではないでしょうか。結構運が絡むんだよね。運が絡んでクリアが早いか遅いかが決まってきます。で、出たアイテムはもう全て取りましょうね。出たアイテムはとにかく全て取る。 OK、 スキャン。敵がいっぱいいるところで使いまくる。で、最初のね、このフィールドに宝箱が、結構あります。宝箱は全て取るようにしてください。1500点のアイテムが入ってるのでかなりお得です。 OK、 とにかくスキャンからのアイテムを盗む。で、バーストできるのであれば、常にバーストしていった方がいいと思います。スキャン、あー、いまいちいまいち。ここは僕に任せてほしい。9700、1万1000までもう少し出てくれ。見たか真打ち。OK、 1万1400、これだけあれば十分ですね。怒りマークのところで帰りましょう。ちょっと点数取りすぎたかな。1万3000点ぐらいになりそう。
あ、12,500。まあまあまあ、十分でしょう。12,000点取れば、素材を全部入手できるので、いいですね。まあ、太陽マーク取ってない人は、15,000点目指さなきゃいけないんですけども、これは12,000点で OK です。はい、ということで、ダウンロードコンテンツが1月11日に来ますので、素材集めを開始しました。皆さんもそろそろ開始するといいと思います。おそらく、70個ぐらいずつ集めれば大丈夫かな。うん、それぐらいあればいいと思うんですけども、俺は一応99個集めていきます。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。